こんばんは。6時のニュースをお伝えします。昨日、京浜東北線の車内でおかしな出来事が起きました。昨日午後4時ごろ、京浜東北線の電車が大井町を発車し、次の駅に向かっている車内でこのようなアナウンスが流れました。次は蒲田と思ったら大森でした。失礼しました。このアナウンスには乗客もクスクスと笑ってしまった模様。その後、電車は大森駅を発車し、次は蒲田と正しいアナウンスを伝えることができたとのことです。続いて天気予報なんですけれども、天気予報を映し出すスクリーンの方が本日故障しているので、福井さんの携帯を使って天気予報を皆様に共有していきたいと思います。それでは福井さん、お願いします。はい、天気予報をお伝えします。すいません、ちょっと待ってください。それではお天気をお伝えします。関東地方の方は全体的に晴れの天気となっております。はい、そして、長州地方の方それで九州地方の方は全体的に曇りの天気となっております。はい、まあトラブルというか、すいません、福井さんはプロレスの方が、いやいや、そんな懐かしいですね。すいません、懐かしいです。ちょっと福井さんの、はい、趣味が分かったところで以上。